そういう歌でございました。そういうのもあったかもめん。うまいよね、そういうところはね。普段バカなんだけどね。はい。それではですね、また今度はちょうど僕らレコード会社が何回も変わったんでございますけどね、ビクターレコードに行った時の歌でございますけどね、夢の宝島っていう、これジャケットはね、江ノ島で撮りまして、上半身裸で、一番私が飛んでません。みんなパーってあれしてるんで、俺はこんぐらいしか飛べなかった。そんだけ私は運動神経がなかったということでございます。今は大変でございますね、プロレス。あ、そう。じゃあ、夢の宝島という歌をじゃあここで、やりたいと思います。よろしく。歌詞はちょっと不安です。タミちゃん大丈夫ですか？さっき暗記した。さっきね、一生懸命やってましたよね。大丈夫だと思います。大丈夫でしょう、はい、間違ったらその間違った通りに追っかけてくれればいいよ。 OK OK。 その追っかけは分かっておいてください。はい、じゃあ夢の宝島行きましょう。青い空と海が欲しいな、一箇所。